はい、こんにちは、まーちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、プラレールアドバンス超電動リニア L0 系高架レールセットです。はい、プラレールアドバンスでも L0 系出ましたね。はい、以前ね、うちでは、フエコン、うん、フエコン の, あの普通のプラレールを紹介しましたね。うん、リニアライナーは買ってないですね、まだね。ちょっとね、高いからまあ手が出てないですけどね。うん、まあ、買いたいけど高いから買えない。あとね、場所もない。まあそれはどうでもいいですね。はい、今回はですね、このプラレールアドバンスの L0系、 これをですね紹介したいと思いますね。はい、今回ももちろんですね ACS 対応ですね。はい、じゃあ開けていきましょう。はい、いくよ。はい、あれ入ってないじゃないの、レール。もう先にレイラと組んでさ、やっちゃってるじゃん。そうかそうか、すでにね、レールは取り外してレイアウト組んでおりますね。これだけはまだ取ってない。残りはリニアライナー。これだけね。はい、こちらがプラレールアドバンスのリニアライナーですね。うん、本物っぽい感じに出来上がってるね。そうだね。ノーズが長くてね。うん。うん、で、極力車輪が見えないようになっておりますね。うん。これいい配慮かもしれない。うん。うん。これ下が黒だと分かんないかも。プラレールの方はさ、思いっきり透明のさ車輪で、目立ってたからね、車輪が。でもこれ分かりにくいよ。うん、そしてこちらが中間車両で、これが動力の方だね。うん、はい、これは外して ACS に取り付け可能でございます。うん、そしてこちらが後尾車両でございますね。はい、これはもう先頭車両とほぼほぼ変わらないね。うんうん、はい、それではですね、こちらのリニアライナーに ACS を取り付けて、先ほども言ってましたね、うん、コース組んでありますので、そこで走らせてみましょう。はい、はい、ということで、こちらが高架レールセットのレールだね。うん、ちょっとこの部分が広めに作られておりますね。うん、普通の高架レールセットを置くとこんな感じ。うん、内側に置けるんだ。うんうん、ただこれはね、伏線 の, あの橋脚が必要みたい。うんうん、黄色い方ね。そうそうそう、黄色いでかいですね。うん、で、伏線の橋脚はうちね4つぐらいしかないんだ。だからね、ちょっと、ね、今回できないので、うん、またそれはですね、橋脚買った時にこれ試してみましょう。うんうん、いつものこの一周よりも広いので、うん、このテーブルにギリギリ乗っかったって感じかな。うん、で、ここリニアの橋もちゃんとあるね。あ、そうだね、これ、うん、あの山梨県にあるやつだよね。うん、見たことあるね、うちのね。うん、はい、それではエイシン君、 ACS の電源入れましたね。うん、それでは発車してみてください。はい、はい、お、久しぶりだな。これ1段階目。はい、どんどん行きましょう。2段階目、3段階目、4段階目、マックス。おー、早い早い。いいね。うん、タイミングが結構いいよ。はい、それではですね、ありえないけど L0 系と E7 系で発車してみましょう。はい、はい、E7 系パパですね。はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、おった、お、いいね。うん、リニア L0 系を発して E7 系は遅いですね。まあね、実際あ、ずれてるずれてる、ずれてる、すごい速いからね。そうだね、どこかが甘いね。やっぱアドバンスって結構リアルだからさ、すごくいいね。すごいね。ちょうどいい、いいな、E7 の瞬間にはここにいるからさ、うん、いい感じだ。あー、こうやって見えていいかも。なかなか目の前すれ違いがなんないんだよね。また目の前すれ違い。いいじゃん。はい、ということで今回はプラレールアドバンス超電動リニア L0 系高架レールセットでした。はい、ということで久しぶりのプラレールアドバンスの動画でしたね。はい、はい、やっぱ楽しいね。うん、すごいリアルだし。うん、うん、はい、ということで、ほら、止めた。うん、あ、びっくりした。
はい、ということで今回の動画がですね、もし面白かったなとか良かったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。そしてチャンネル登録をしていただくとマイチャンネルが YouTube のチャンネル登録の一覧に出てきますので、ぜひチャンネル登録もお願いします、はい、それとコメントもいただけると大変嬉しいですね、はい、一応ね、あのうちは電車好きだけど間違ってること多いからね指摘いただけると大変嬉しいです。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、はい。